で、さっきの,あの車の運転してるシーンがちょっとだけあの食べるシーンは出ないんですけどあの前にもう延々とこう食べるんですよ。で、長えなと思ってたけどだんだんそれ,をそれに見入ってしまうっていうようなところがあるんですけど、うん、あと絵がすごい綺麗、うん、ただ2目のやつもう1つ僕ねこの映画を見て,て思ったのはね主題と関係ないんだけどね、うん、確かにアメリカもねこれ,、まあ、これはフランスですけどね、うん、ああやって森の中で女の子を別に1人でこう遊ばせるなんて普通にやるんですよ。うんうん、今、日本ってあそっか もうそれ自体がだって公園で一人で遊んでるのがダメなんですからもうん、まあ危ないみたいな、うん、どうなそこが僕でどうなっちゃったんだろうと逆に思いましたあの、うん、森の中をあやってだって彼女は一人で森に遊びに行ったんですよ、うん、でそこでネリーに会うんですよ、うん、ね、うん、で子供二人でごあのゴムボートに乗ってなんかあの湖なの池ないけ池,池,池とかでこう出てるじゃないですか、うん、であれって結構別に普通なんですよね、うん、向こうではね。 あれ日本で今できないですよ。今はね。うん、でもジムさん僕が子供の頃は普通でしたけど、ね。本当にやってました。だからちょっと日本の壊れ方が極端にやばくなったのかなと逆に思いました。はい、その通り。だからそれを僕は新住民化って言ってますが、千九百八十年代にね、うん、まあ一定の経緯、まあ七十年代の末に生じた隣人訴訟っていうのをきっかけにして。うん まあ行政の管理者責任とかマンション共同管理組合の責任とかを通ったりする訴訟が連発したということで屋上はロックアウトされるし公園のかっこつき危険遊具はどんどん撤去されるし焚き火もまあ昔も条例でだめだったけど誰も通報されしなかったんだけど通報されるようにな今ともあるんですうです、うん、休議、ねも,ね、も禁止何もかもだめていうね、うんで。これは地域が不審ベースになった ということでだから昔は予算中で飯食ったり風呂入ったり当たり前だったしいろんなルーツの子たちがね、えー、あの遊んだし年齢差もあったしあと親同士結構知り合いだったしあの親が親がってか大人がね地域の子どもたちの名前をあの当たり前のように覚えてたから大人とすれ違えば名前で呼ばれて、うん「なんか今日元気ないじゃん」とかって言われたりするっていうね。 あの、そういうなんか信頼ベースの、あの、ネイバフンドっていうのが、あ、日本は、あの。残念だけど、規範がないので、壊されるがまあ、まあ、ガタガタになるがままになった。非常に脆かったってことですね。そうであの、声かけをしてはいけないという条例もあったりするんでしょう。他のよそのよその子に声をかけること自体が。法律違反だと。やばいですね、それはね。うん。まあ。 ちょっとあの森の中をね、えー、と彼女がネリーが「ちょっと行ってくる」っつって「行っといっつってお父さんを送り出して、うん、女の子が1人の森の中をさまよってて、うん、でそこでマリオンと会うわけじゃないですか、うん、で,でマリオンも1人で遊んでたわけじゃないですか、うん、でそれが全然その不自然に感じなかったでしょ、うん、でもその時にやっぱり日本じゃこれありえねえなとだから日本じゃネリーはマリオンと出会えないですよ 弱いですよ確かにただね皆さんね僕やジモンさんはやっぱ秘密基地ごっの世代でしょ秘密基地っていうからにはね当たり前だけど大人がそばにいないところで目につかない秘密基地を作るわけですよねあのネリーとマリオも作りましたもんですね。はい、でそこにいろんなものを持ち込んで漫画とかエロ本とか持ち込んだりする,、はい、するってこともあったんだけれど。はいはい あのー、まあ、実は、親は、あの辺に秘密基地があるっていうの、みんな知ってるわけだけど。特に介入はしない、そこは子供の領分だっていうふうに考えていたっていう、ねうん。まあ、別にそんな関心も多分なかった。ですよね。です,よ、ねっですよね、みんな。だから、ないからね、別にね,ね、うん。うん。そう。なるほど。あのー。八歳の時のお母さんと会ってね、一緒に遊ぶっていうシーン。で、うん、ちょっと僕は思い出したのはね、うん、あのー、まあ、僕の好きな映画の一つで、フィールドオブドリームスっていう映画があるんですけど、はいうん、ケビンコスナーが。うん おお父父ささんんんが現役のの野球選手時代のお父さんとキャッチボールをするんでするでよ、はい、あれもだからまあフィールド・オブ・ドリームスまあねその願えばそれ,がそれが彼らはやってくるみたいなそういうキーワードですけどあのそこがまずあったとそれからあともう一つねこの次に紹介する映画にもちょっと関係するんですけれどもねあのえこれは「秘密の森」のその向こうか今日は後でね、あのー 菅、えー、田将暉小松菜奈の「糸」を紹介するじゃないですか「うん、でそのちょっと小松菜奈つながり」でね、うんあの「僕は明日昨日の君とデートする」っていう映画があるんですよ。うんうん、でこれもねやっぱり結局ね僕皆さんに聞こうと思ったのはねこれも結局はなんか時間軸をいじることによって。 あの今本来ありえないことを実現するじゃないですか、うん、お母さんの8歳の時にお母さんが出てくるっていうのはう、うん、違う時間が流れてるわけですよね、うん、その空間ではね、うん、あの森の奥ではねで <laughs> これはねあのすごく不思議な映画でそのある、まあ、要するに、えー、とこれは福士蒼太と小、えー、松菜奈が主演なんですけど二十、うん、歳の時に二人が出会うんですよ。うん、で,でも彼女の方は実は実秘秘密密をを持っている、うん秘密を 持っていてあると打ち明けるんだけど、これもネタバレですよ。彼女は実は時間が逆に流れるところから来ている人なんですよ。うん、で、ちょうど20歳で、その2人は一緒になるんだけど、うん、その2人にはこれまあ糸みたいな。運命が、うん、違う映画なのにあってですね。うん、この福士くんが何ていう名前だったか忘れました。けど、5歳の時に。 15年前だから35歳の女性に池にってて助けられてるんですよそれが彼女なんですよ。で彼女も実は5歳の時になんか祭りがな何かで何、えー、かがあって助けられてあ火事だ火事があって助けられて35歳の男性で助けられてるそれが福祉君なんですよ。それが時間が逆に流れてて二十歳の時に出会ってで彼が一目ぼれしてあの付き合ってくださいっ,つって付き合うんだけど彼女はそれを知ってるので。 1> 1ヶ月しか時間がないいっていうなぜ1か月なのかは微妙なんですけど本当は一瞬のはずなんでねでもとにかく1か月間だけ、えー、一緒に過ごすでもそうしたらまたすれ違っちゃうわけですよあああのハリウッドにもうベンジャミン・バトンっていう同じようにハリ時時間がどんどん若くなっていくやつですねそう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  <laughs> なのであの時間軸をいじることによってこの時が、うんえー、同じ世界に入れるこの時が、えー、ごく限られた時間で終わってしまうっていうのはね よくく出てくるあの切なさですよ、ね、ものすごい切ないんですけど、うん、でまた会うのは分かってるんだけど、うん、次会う時はもう全然別の要するに35歳と、えー、5歳とかですね、うんえー、40歳と赤ちゃんとかになっちゃうっていう、うん、要するに合計して40だから、うん、2人はね、うん、でその二十歳二十歳だともう本当に恋人になれるっていうのが1か月間だけあるっていうね。うんうん まあ非常に切ない話なんですけど、まあ <うん S 1> あのそれはやっぱ思い出しました。あの僕はねそこでちょっと思うことがあってあの昔って人間ってもっと早く年取ったでしょ。例えば僕はもう50つっ,ったら本当にあのあの親族名称としてじゃなくておじいちゃんとおばあちゃんとってですよ。まあ孫がいたしね思ってましたよね。うんうん、でももうそれが徐々に変わってきてね。 えー、例えばもうだいぶ前から「おばさん」って呼んではいけないとかっていうタブーが特に関東圏では強く出てきたりね「あのおばあちゃん」って呼んでいいのかどうかっていうこともどんどん微妙になっている。おおばばあさんもおばあちゃんもちゃと名前知らない時に ね、そうなんです。お姉さんと呼ぶのは、逆になんかちょっとあれでしょう。ん、じゃあ、あざとい感じがしちゃうよね。うん、じゃあどう、どうどう、なんて呼んじゃないんですか。だから、それは、あの、えー、結構、あの、学問界隈でも、話題になることなんですよ。<laughs> あの、<laughs> あなたとかって言わなきゃいけないよね。じゃねうん、人が嫌な気持ちをするような、故障をしてはいけない。 でもみんなが嫌な気持ちをするようになると、うん、僕たちがずっと使ってきたあのその言葉のゲームの一部が抜けるんですよね知らない人にじゃあどうかな、うん、話しかければいいのかわかんねえよとかって。ねね、本当にあなたしかないですよ、ね、ないんですよね。うん、で基本あの話を戻すとあの僕たちってあの年齢があるいは世代が持つ意味が以前ほどです、ね、リジッドじゃなくて結構アモルフになってるでしょ個人差がすごい出ましたよね。 まあ、例えば僕も妻は20歳下だけども、まあ、結婚した時は犯罪だとは言われたものの年齢差によってあの同じ世界に入れないということはないと思いますあのもちろんですね、うん、僕が見てた番組見てないのは当たり前で、うんね、当たり前だけど「ピンク・レディー」をみんな踊ってた頃にやっと生まれた頃だとかっていうのは、まあ、衝撃ではありますけれどもそうなるあ24歳違うんだよね 20ちょっとですねはい彼女が24の時皆さん48じゃないかって違ったっけ20歳ぐらいです歳ぐらいだったんですけどでも20違うとそうかピンク・レディーのリアルタイムで知らないみたいな話そうですねああなるほどだから1979年生まれだとそうなっちゃうんですよ79年生まれはいそうなんですよああだけど僕59年生まれなのでそうですよね79年かあそうですそうなりますねうん でも当たり前だけど何て言うんだろう小さい頃ってすぐ過ぎちゃうんで、うん、あの彼女が物心ついてから以降の、まあ、共通に見ているものとかたくさんあるので実はさして問題ではなくてあのいわゆる僕が言うアップデート中ちょっと今を一生懸命追っかけて今風になろうとしているその姑息ささえなければ人間はふんわり。 あの年齢を超えてね同じ世界で一つになれると思いますけれどね。ああと今ネットがあるからいいものは残ってますからね、うん、そうなんですよねいい昔は残ってないですからねそのコンテンツはね。なのでこの、ね「秘密の森」のこの映画を見てあの例えば僕だったらマジあの子供の頃の僕を見せよう、うん、あるいは話そうとか見せようとかね、うん、あの思うようになって。 ちょっと一番下の男の子今8歳9歳になったところか翔さ、うん翔さんですね、うんうん、あの少しいい感じになりましたね、うん、あの僕の構えが、うん、できるだけ子供の頃の僕が表に出るようにっていうふうにちょっと意識して振る舞っただけで、うん、子供から見ると違った存在にやっぱり見えるみたいだねなるほどうん。うん